坂46秋の大運動会腕っぷしなら負けないぞ腕相撲対決一番最初出るの原田はいそっちの先方ははいあ、ひさんまた言われるよ、謝っていきますよレディーゴーダメなんだよもうちょっと高校生、小学生挑んじゃダメなんだよ小学生じゃないもうちょっと見せてよ、こういう止めたいよね、もうここでね、はいやだ負けたくないね2連続はちょっとねさっき負けてるので 50m 走でそうかそうかその因縁もあるんだ、はい、ちょっとじゃあ言っちゃえ菅井様からえ私の腕筋舐めんなよ腕筋私の腕筋舐めんないや私筋トレしてるんでいつも現場のために2連続はね避けたいところですここで止めておきたい、はい、さあ行きましょうレディーゴーすごい強い全然なんか俺と比べ物にならない、あ、本当に馬とやってるみたいなもうもう馬とやってるみたいなねいきますよレディーゴーいや菅井様ですいやー強い3連勝を目指して菅井様がこのまま勢いで一気に決めていくのだろうか志田はい、言ってやるよ絶対潰してやっからなえ、もう何何かを潰されるそういうそういうことですもういきますよ、どうなるのかレディーゴーあーあーすがー馬のすがいを止めたいや強かったじゃあ斉藤からちょっと一言かましてやってくれよ菅井様の仇を取りますおお対する志田は次も負けないです穏やかよ穏やかさっきぶっ潰してやってたもうなんか自信がもうねもう余裕なんでしょうねいきますよレディーゴーいける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 あ斉藤いけるよ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 いけるいけるあ、どっちだどっちだ自信の選手動かないこれは斉藤いける手首よね斉藤いけるよあー持久戦で持久戦で斉藤がちょっと折れてしまったかここはもう理科は何としてももう負けたらおしまいですからそうですねでももう志田だいぶへばってるから今のうちそうだ今のうちだ意外と汚いとじゃあ一言かましてやんな何かありがとう理科さあそれに対して志田はどうする今の一言に対してない僕にないパカって口開いて魂出てっちゃったパカって開いたけど理科が負けたら勝負が決します参りましょうレディーゴーあー強い志田強い吉田強いいやもう終わりです終わり終わり終わり強い強い瞬殺欅坂のエースを狙えソフトテニス対決いや自信はもうこれははいもうこのペアはぶっ倒しますぶっ倒す、はい、でもなんかスタッフがなんか練習見せたら鈴本うまいって言ってたよ、うん、私本番にすごい弱いタイプなんで本当に見られてるとそうかでやっぱ小田奈々はやっぱ補欠だっただけにちょっと劣りますねってスタッフさんの冷静な分析だと冷静な分析で、ね、常にボール拾ってましたボール拾いの速さはボール拾いの速さはそうかそれではお願いしますさあいったここはうおさすが
狙われてるぞ早くも空振り、ね、うまい あれひどいじゃん、これはやばい、早く打ってくんないと試合になんないんですけど打ってくんない試合になんないんですけど、守屋の挑発入った守屋、いやー守屋、いやー壁が効いた、そう、いや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 これはこれはこれはこれどうなの、これこれどうなの、これは何、おこれ尾関に当てたら頑張れ、いいですよ、応援してください、ほら変化球よ、いやいいですよ、この触れたラリーをお願いします、おおおおおおきた、モリア強い返す、あ届かない、いや素晴らしい、見応えあるラリー、あれこれで、あマッチポイント、チーム勝ち、マッチポイントです、もうこれ米さんのサーブで決まるかもしれないですね、平和主義は今5ポイント、お、OK、うわーアウト、水本のショットがアウトということで、この勝負チーム勝ちの勝ち、いや一時はね接戦になったんですけどね、そうですね、やっぱ底力が出ましたね後半、いやこれはやっぱ強かったキャプテン、強かった、うん、なんか相手にならなかったんですけどちょっとね、そうですね、小田さんは、まあ、どうしよう小田ええ頑張る、神悔しい、悔しい泣き、それぐらいやっぱ経験してたもんだから悔しい、悔しいんだね、でも不潔、でも頑張ったと思います、いやそうですよ頑張りました、はいね、みんな小田棚に拍手